さん、虹ありがとうございます。虹てかさ、もうすぐさ6月も終わるんだけどさ、6月が終わるってことはさ、 AKB 新聞さんのガールズセレクションの中間発表がもうすぐそこってことでしょ。うわー、全然順位が上がっている気がしない。おはよう皆さん。そう、雫公演の日です。試験さん、おはよう。おはよう。そこ配信は多分できないと思う、劇場があるから。上半期早かったですね。すごい外がブーンってずっとうるさいんだけど。アバターゲットしたよ、ありがとう。ちょっとさ、窓じゃない、カーテン開けてきていい？カーテン開け忘れちゃった。おいや、電気つけてる方が良さそう。試験さん、おはよう。雨降ってきた。あら、あ、でも今日雨って聞いたわ。今日は雨って聞いたわ。何時に起きたの？8時半。さっき起きたよ。あー、なんかすごい外で喋ってる、やめて、音入らないでもらって。ちんちんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。え、何の音今の。おはよう皆さん、今日は日曜日、みんな何して過ごしますか？今日はちょっと私お出かけするけど、でもせっかく外出るなら、なんか、あ、そう、美容院の予約は取れなかったんだけど、美容院の予約は取れなかったから、多分明日じゃない、7月の頭で行くんだけど、どうしよっかな。今日せっかく外出るなら、なんかしたいところだけど、他にも、なんかね、家から出るならそこでさ、いろいろと一気に終わらせたいけど、やることはそんなないんで。トメさん、虹ありがとう。何したらいいんだろう。洋服を買いに行く、ワンチャンありだな。洋服か、どこで買ったらいいんだ私は。おはよう。そう、このマグカップ、ねずこちゃん、ここはいただきました。最近よく使っています、ねずこちゃん。さやがコップを1個割ったので、これを使っています。おはよう。お腹が今キュルキュル鳴ってた。あ、部屋着はね、この前ね、ザラで買ってきたんだ。キロンさん、虹ありがとうございます。すごい虹がいっぱい。昨日仕事の後輩の車で無限列車編初めて見た。あ、面白かった。さやもね、2回ぐらい映画館で見たかな。今ね、DVD もすぐ出るしね。おはよう。雨降る前に自転車になる。そうね、自転車雨降るとね、大変だからね。それがいいと思う。
外に出てもやることが全く思いつかん。サリー普段ミニスカートを履くの？なんか最近足痩せたし、なんか足この前まで太ってたからミニスカート履けないなと思ったけど、最近足痩せたからそうミニスカート履きたいから買おうかなと思ってます。思ってます。そう、宝塚さんオンデマンドなんだけどさ、私が見てんの29日までしか見れないんだよね。悲しい。今借りてるやつ1個が1本目が29日に視聴が終わって、もう一つが30日に終わっちゃう。悲しい。一生見てるんだけど。ミニスカ良きね。なんかおしゃんな大人っぽいミニスカ欲しい。大人っぽいっていうか、なんていうの、ちょっと韓国っぽいミニスカート欲しいですね。タイトなミニスカートとか。ギフトいつも同じ人ばっかり読んでる気がする。まあ、同じ人がたくさん投げてくれるので。そらそうなっちゃうよね。浴衣のミニも見てみたいです。浴衣のミニは多分存在しないと思いますけど。浴衣のミニって何？浴衣はだいたいくるぶしまで普通着るんじゃない？今来た。おはよう。おはよう。インスタにあげてください。買ったらあげます。より足が長く見えるからいいかもね。いや、なんかそうミニスカートとかミニ短パンとか履いた方がいいよってスタッフさんにも言われた。せっかく足があれだから、綺麗だからみたいな。イエー。何週ぐらい見たの？宝塚さんのハイカラさんが通る作品はもう10回以上見てます。ずっと見てるからね。移動中も携帯で見てる。テレビでも携帯で見れるともうずっと見ちゃうよね。そろそろスマホにミニチュア探しに行かなきゃ。いや、そうなんだよ。ちょっと長めの時間が取れるときにスモールワールズさんまで行きたい。ボブになったナギちゃんとはまだ会ってません。会いたいです。かわいい。寝起きです。鬼滅の刃劇場版見てます。おいいね。またブーム来そうだよね。アニメが始まったら。今ちょっと落ち着いてる感じはするけど、前履いてたレゾチョウの短パンはあれは自前です。あれは自前です。おはよう。デニムコーデ好きですか？そう、なんか最近あのね、ずっと長らく、まあ、小学校の時からずっとジーパン好きじゃなかったんだけど、まあここ最近ジーパンもまあありかなっていう感じにはなってます。そう、まあジーパンもまああるかな。スキニーがなんかすごい、ファッションとしてはスキニー好きなんだけど、あの履き心地的には好きじゃないんだよね。なんかそれピチッてしたやつが嫌いだから、本当は靴下とかもあんま好きじゃないんだけど、まあでも靴下はまだ許せるかな。なんかストッキングの指先とかめっちゃ嫌いなんだけど、あのファンの方からいただくジーパンは結構ゆるいというか、シルエットがふんわりしたやつが多いので履けてます。そう、
永遠にネットでセットアップを探しているが全然これっていうのが見つからない。全く同じ気持ちです。ワンピースは着る？これワンピースですよ、今着てるやつ、青いやつ。おはよう、おはよう。受験です。受験さんありがとう。おはよう。おはよう。好きにね、なんか膝らへんが窮屈なのが苦手ワンピースは見ますか？ワンピースはなんか兄ちゃんとお父さんが好きだから一緒によく見てたけど、あんまちゃんとは見てないです。初見さんおはようございます。おはよう。一番長く寝たことが何時間ですか？まあ10時間ぐらいじゃない？ 10 時間以上寝るとさ頭痛くなっちゃうから。初見さんおはよう。ママと洋服の好みはそんなに近くないかな。最近ママはフリフリしたやつとかあんま好きじゃないし、なんかさやにもそんなにおすすめしてこないけど、さやは割と、まあ、こういう可愛いレースだったりとか、最近ちょっとフリフリもまあありかなって感じなんで、あんまり好み合わないですね。緑かわいい、ありがとう。サリーおはよう、かわいい、ありがとう。あ、いや、ダメージジーンズ、ダメージジーンズね、そう持ってたけど最近履いてないですね。最近はなんかなんていうの、裾が広がったやつとか履いてます。おはよう、おはよう。おはよう。いや朝のカフェオレは美味しいね。シャキッとしますな。最近は牛乳ちょっと減らしてます今まで半分か半分以上コーヒー、ん？半分以上牛乳を入れてたんだけど、最近はちょっと減らしてます。牛乳 40% ぐらいにしてます。おはよう。朝カップスープなんだ。カップスープ便利だよね。朝お湯注ぐだけで美味しいスープが飲めちゃう。カフェオレいいな。カフェオレいいよ。なんか本当は朝ブラックコーヒー飲むのがダイエット的にはいいらしいんだけど、でも私はブラックが好きじゃないから、カフェオレのあの牛乳の甘みを感じながら飲むコーヒーがいいから、そうカフェオレを毎朝飲んでます。おはよう、おはよう。なんか今日左の耳詰まってる。ダメだな、左耳がずっと詰まってる。こういう日ってどうしたらいいんだろうな。初見です。 おはようございます。朝はドトールでコーヒーいいね。おはよう。仕事しながらテレビ、お仕事頑張って。そう、お砂糖は入れない、もうコーヒーと牛乳だけ。おはよう、遊びに来たよ、ありがとう。みんなおはよう。朝今日視聴者数多いですね。いつも朝あんまり視聴者数増えないんだけど、日曜日だからかな。みんなおはよう、日曜日からありがとうブラックコーヒーは薄く作るとお茶のような感覚で飲めるようになる。え、ブラックコーヒー薄かったらコーヒーの良さがなくなってしまう気がするけど、でもやったことないからあんまりあれだな、予想で言っちゃいけないな中性脂肪に効くと聞いて毎日ブラックコーヒー飲んでます。そうなんかね、脂肪には効くらしいけど、でもブラックは飲めんのじゃ。夏でも朝はホットコーヒーじゃないと始まらない。そう、最後真夏でもホットコーヒーでもそんな熱んちんで飲まないですね。冷たい牛乳を入れてぬるめで飲みます。そう、猫舌だから熱いの飲めないんだ朝マック食べながら見てます。いいな。朝もこの前マックの前通った時すごい食べたいと思って後ろ髪を引かれたけど我慢してテクテク歩いてきた。
前も豆乳を投入して無加糖派です。豆乳ね、豆乳でちょっとだけ苦手なんだよね。そう、ちょっとだけね。ココアは好きですか？ココアはなんか甘くないと飲めないけど、でも甘くすると甘ったるくなっちゃうからあんまり飲まないですね。なんかココアの粉家にあるけど、なんかお菓子用、常にお菓子用ですね。朝食はゆっくり時間をかけて気持ちを落ち着かせて出かけたい。確かに朝食はなんかこう急いで食べるのちょっと嫌だよね。わかる。ペタカカフェ美味しい。あ、ペットボトルのやつ、あれはね美味しいけど、ね、ちょっと甘いかなと思った。だからめっちゃ疲れた時に飲みたい。めっちゃ疲れた時は甘くても許せるから。そう、おはよう、おはよう。ワイもブラックは飲めないんじゃ。一緒だね、一緒。お肌綺麗。でも今日マスクニキビがまた復活した。ここ悲しい。バナナ味の豆乳飲んだ。あ、バナナ味の豆乳は結構好きだよ。そう、飲める、いいよね。わかるわかる。おすすめのスタバのカスタマイズ。私スタバほとんど行かないんだけど、でも、ま、困ったら、ま、困ったらさ、いつも期間限定を頼むんだけど、期間限定があんまり自分の好きじゃないやつだった場合、紅茶が飲めないから TK だった場合は、抹茶フラペチーノのシロップ減らしたやつをよく飲みます。低脂肪乳とかに変えて飲みます。検査お疲れ様です。お疲れ様です。あと生クリームなくしたりします。そう、長野の限定はリンゴバターキャラメルフラペチーノです。で最近ねスタバのねてっぺんに乗った生クリームねいけるようになったので、なんかダイエット中とかだったら、まあダイエット中はスタバを飲まないんだけどダイエット中だからちょっと気にしてたら生クリーム抜いたりするけど、全然ありでも頼めるようになったんで、調子がいい時はそのまま乗せてもらったりします。おはよう、おはよう。そう、抹茶フラペチーノ美味しい。でも普通に頼むと甘ったるいからシロップ減らしてもらう。そう、甘さな減らしてもらう。めっちゃ。あとはまあでもあとは期間限定よく飲むかな。期間限定が美味しそうな時しかスタバって行かないから。私この前はストロベリー飲んだんだけど、フルーツ系がやっぱ好きかな。桃とかやってたりすると元気になる。うわー桃だーっつって。おはよう。ね、ストロベリー甘すぎなくてよかったよね。さえも思った。いや甘ったるいかなと思ってちょっとビビりながら頼んだんだけど美味しかった。おはよう、おはよう。髪伸びました。伸ばしてどんな髪型するの？特に決めてないけど多分そのまま伸ばし続けます。長い方がたくさんいろんな髪型できるから。これから二度寝する。あら、おやすみ。スタバのチョコバナナ飲めなかったら今でも後悔する。そんなのあったんだ。絶対美味しいね。それは後悔するわ。主権さん、ハローハロー。スタバ新作が始まったら各県巡りしたいよね。わかる。また端っこに殻入れてほしい。でもブリーチすごい時間かかってすごい疲れちゃったから多分当分染めないかも。インナーもね、インナーもおしゃれなんだけど染めるのってお金も時間もかかるからちょっと嫌になっちゃった。色抜けた後マジほうきみたいになっちゃうから髪の毛パッサパッサで。
高校の時飲んでた紙パックのイチゴオレの甘いこと。あー、あれ甘いよね。でもさ、疲れてる時めっちゃ染み渡らない。うまーってなるよね。疲れてない時はあんまーってなる。フラペチーノのトールはお腹いっぱいになっちゃう。だからさやは一食抜いてフラペチーノ飲む。さやもあれお腹溜まって、そう溜まるから。私も同じです。スタバ茨城メロン一押し。そうメロン絶対美味しいよね。飲み行きたい。茨城って遠いかな、どうなんだろう。スタバのためだけに茨城に行くのもなんかあれなのかな。今年フラペチーノ長野の美味しそうね。美味しそうだよね。リンゴバターがそもそも美味しいからさ、絶対美味しいと思う。キャラメルもね。栄養足りる？いや毎食スタバ飲んでるわけじゃないから。毎食スタバ飲んでたらさすがに栄養偏りすぎてやばいと思うけど、スタバそもそも1ヶ月に1回ぐらいしか飲まない。多くて1ヶ月に1回だから、な1ヶ月のうち1食をスタバに置き換えたところで大したことはないよ。つくばエクスプレスに乗ったら1時間ぐらい。なるほどね、そこそこあると。つくばエクスプレスって多分あれだよね、追加料金かかるよね、在来線より。わかんないけど乗ったことないよ。おはよう、おはよう。千葉なんでみたらしなんだ。みたらし普通に美味しそうじゃない？なんか関東圏で行けそうなところはさ飲みたいよね。そう正直北海道のトウキビとか飲みたいけど絶対北海道は行けないから。行ける範囲で、まあ、長野は絶対飲むとして、関東圏だったらワンチャンある県いくつかあるからいろいろ行きたいよね。神奈川とかすごいいい色してたから飲んでみたいよね。そう、まあ、現実的に行けそうなのは関東圏のみみたいなところはある。主計さん頑張ってください。ありがとう。おはよう。トーストにつけるリンゴバター使い切ったからまた注文した。おーいいね、いいね、いいね。スタバのご当地メニュー楽しみね。私も楽しみ。あ、つくばエクスプレス追加料金はないけどそもそも高い。あ、そうだよね、やっぱそもそも高いよね。おはよう、おはよう。群馬ってどうなんだろう、東京から行きづらいのかな。群馬ってでも新幹線乗るイメージだな、群馬。新幹線に乗るイメージだけど、逃走ちょっと逃走だね。愛媛のキウイフラペチーノ飲んでみたいですか。飲みたいです。キウイめっちゃ好き。キウイ超好きだから飲みたい。ワンチャンないかなって思ってる。おはよう、おはよう。群馬も1時間ちょいで行けるはず。あの正直スタバのために1時間かってちょっとなっちゃう自分はいる。正直ね、そう正直その他にも群馬に用事があるんだったらそのついでにスタバ行くのは全然ありだと思うんだけど、スタバのためだけに、そう1時間か往復2時間かけて群馬はちょっとあれかもなって正直思っちゃうね。おはよう、おはよう。新幹線高いからな。あ、温泉ね、ワンチャンあり、ワンチャンありですね。 そんなにスタバを、スタバ年に数えるほどしか行かない人がスタバのために行くことはなかなかない気がする。かわいい、ありがとう。群馬ってなんだっけ、スタバ
つくばエクスプレスで茨城県最初の駅守谷駅かなにスタバがあって、そこまで秋葉原から片道30分838円。え、意外と安い、意外と安いね。フラペチーノ1杯分でいけちゃうなフラペチーノ換算。マンゴーか、あ、じゃマンゴー食べれないからダメだ。群馬に行ってもさ飲めないわ何も抹茶フラペチーノ買って帰ることになっちゃうわ。ダメだった、群馬ダメだったわ。ケンさんおはよう、ありがとう。ダメだったわ。マンゴーヨーグルトね、マンゴー好きな人だったら絶対美味しいと思うんだけど、マンゴーがなー食べれないんだよな。さよ、おはようおはよう、かわいい、ありがとう。マンゴーダメだったわ、あの全部話なしだったわちょっとコーヒーカフェオレ飲み終わったからお茶持ってくるね。マンゴーアレルギーの人結構いる。あ、そうなんだ。でも果物って結構喉かゆくなっちゃったりするの多いよね。メロンとかもそうだし、桃とかさ、人によってはパイナップルはなんかチクチクするあれはパイナップルでもしょうがないらしい。 なんかなんとかって成分がすごいなんかと何かを溶かしてちょっとチクチクするみたいな。大阪ミックスジュースね、名産だもん。名産っていうの、名物だもんね。大阪名物ミックスジュース。大阪ってミックスジュースの屋台みたいなめっちゃない？じゃあよく大阪行くたび飲むんだけど大好き。ゆずかちゃんがさやかの台所好きで見てるって昨日の配信で言ってた。嬉しい、ね、ゆずちゃんめっちゃさ私をさ好いてくれててさ、マジで可愛い、大好き、ラブサリンから推し返しました。悲しい悲しい悲しいからあんま言わんで頑張ってください、ありがとう。おはようおはよう。なんかパイナップルはアレルギーとかじゃなくてなんかもう普通に全人全人がもうなんかなんとかっていうその成分でちょっとなんか何かが溶けるらしくて痒くなるらしいよ。それはもうしょうがないらしい。桃とかメロンはなんか若干アレルギー説ある。だそれもなんとかって成分がなんか溶かすみたいな言ってたけど、ちょっとあんま詳しくないです、すいませんしけんさんはじめまして、はじめまして、おはようおはよう。でもパイナップルとか安いしさ美味しいからさ食べたいよね。果物食べたいな、果物食べたいな。今メロン食べたい。なんかさ最近スーパーにさスイカとかが並び始めてさ夏だなーって感じる。もうすぐ夏来るんだ、スイカじゃんってそう、スイカはマジで夏って感じするよね。スイカじゃんってなる。あとメロンとかも並んでるからメロンも食べたいね。サクランボとかブドウもね並び始めて、
食べたい。フルーツ三昧したいけど、フルーツ高いよね。フルーツ高い。え、今年も桃箱買いしようかな。去年なんか傷物の桃すごい安くなってるやつを箱で買ったんですよ。なんかネットでちょっと傷がついちゃったけど味は美味しいみたいな。でもめっちゃ安くなってて、やっぱ傷があると売れないらしくて、 それをね買ったのよ箱で。それが超美味しかったから、今年も、去年じゃないかも、一昨年かも、ちょっとあんま覚えてないけど買おうかなと思ってる。桃好きなんだよね私。おはよう。おはよう。メロンが一玉あるから、そろそろ食べ頃だから冷やして食べます。いいな、桃じゃない、メロンも食べたい。メロン大好き、メロン大好き。おはよう。おはよう。ね、食材はネットで普段買わないですね。なんかさ、別に自分だけで食べるんだったらさ、別に傷がついていようが、なんかちょっと形が悪かろうがあんま気になんなくない？食べたら一緒やんみたいな。味が美味しければいいよね味が美味しければいい説ある。なんか人に送るんだったらね、ちゃんと綺麗なやつがいいなと思うけど、自分で食べるんだったらなんか別に傷物でもまあ美味しければいいかなって感じはする。私はそういうタイプですね。味こそ大事果物と野菜の区別が分かんない。一応なんか多分農林水産省的な感じだと、果物は木になる感じで、野菜はこう地面から生える感じ。だからトマトを果物っていう分類にする人もいるし、スイカとかメロンは野菜っていう場合もある。そう、アボカドとか果物だからね全然甘くないのにそうそうそう。朝から可愛い青年ありがとう。おはよう。これから長野県行ってきます。お、いいね。気をつけて行ってらっしゃい。そう、なんか一応そういう分類があるらしいけど、でもなんかいろいろ分け方はあるらしくって、そう、定義的にはスイカも野菜だけど、でも基本果物の分類だよねみたいな フルーツ大福でも全然食べれるよ。食べれないのがあるんじゃないか。私は食べれない果物マンゴーだけだからねあのメジャーな果物だったら食べれないって言っても、マンゴーもう絶対食べれないですってわけじゃなくて、私より他の人が食べた方が美味しく食べてもらえるかもねぐらい。全然美味しいとは思うんだけど、そう、あんまり量はいらないかなって感じ。リンゴとかはヘタの部分が裂けてるのが美味しい、栄養素が弾けてる。あー、リンゴはね、うちねめっちゃもらうんだよねそれこそちょっと傷物とかめっちゃもらうから、美味しいのわかる。お茶が音が鳴り始めた、びっくりしちゃった。ミラクルフルーツってなんかさ、すごい酸味を感じなくなるやつでしょ、確か。めっちゃ甘いみたいな。
ドリアンは食べたことないです。メジャーじゃなくない？あんまり日本では。あ、そうそうそう、もらったらマンゴーとか全然食べるし、ちっちゃい頃もおばあちゃん家でマンゴー出されたらわーいって食べてたけど、まあたくさん果物が並んでるじゃないかで自分で買っていいよって言ったらマンゴーは選ばないかなぐらいです。そう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 、だからもう食べれない嫌いってわけじゃない。そう、私が食べるくらいなら他の人に食べてもらった方が多分幸せの気持ちは大きくなるよっていう感じ。そう、アップルパイとか作りますか？そうだからさ、リンゴよくもらうんだけど、もらいすぎてやっぱボケちゃったりするわけ。リンゴがボケるっていうのは方言なんだけど、まあ方言がわからない人にわかりやすく説明するのが難しい言葉の中でもかなり上位のボケるなんだけど、あのちょっとシャキシャキ感が薄まってちょっとこうシャリシャリしちゃった感じのリンゴのことをボケるって言うんだけど、そうなっちゃうからリンゴを甘く煮てアップルパイにしたりとかリンゴパンにしたりとかしてましたね、去年はね。去年の冬はやってましたね。もうすぐシャインマスカットの季節。え、もう最高、シャインマスカット食べたいです。おばあちゃん買ってください。ちんちんさん、くまちゃん、ありがとうございます。マックのカスタードアップルパイ食べてない。食べたいよね。でも今せっかく痩せてきてるからなんかマックで食べちゃうのがもったいない気がしている。シャインマスカット美味しいよね。皮ごと食べれるブドウ好きだね。シャインマスカットやらシナノパープルもそうだし、皮ごと食べちゃう、食べれちゃうの最高だよね。美味しい。でもデラウェアとかも好きだけどね、普通に。ちょっと食べにくいよね、皮出さなきゃいけないし、ちっちゃいから。シャインマスカット高級品だからあんま食べれないけど好きだよ。試験さん、おはよう。おはよう。筋トレはしてる、してる。昨日寝る前にあのプランクやったら全然 寝つけなくなっちゃった。アドレナリンが出たのかめっちゃ寝れなくなっちゃった。寝る直前にあ、やばい今日プランクやろうと思ってた、忘れてたって急に思い出してやったら寝つけなくなっちゃったけどね。やっちさん、 AKB くまちゃん、ありがとうございます。ピンクのくまちゃんかわいい。そう、一人暮らしだとフルーツ食べなくなるよね。なんか高いなって思ってこう買えなくなっちゃうね。俺はどんなブドウでも皮も種も食べちゃう。マジ？デラウェアとか結構皮口に残りません？私はちょい苦手ですね。出したくなっちゃう。おはよう、おはよう。倉持明日香先輩もシャインマスカット大好きだし。シャインマスカットもみんな大好きだよね。みんな大好きな果物って感じ。食べやすいしね。おはようございます、おはよう。アドレナリン出ちゃった。だから昨日1時に布団入ってさ、やっぱ今日はいつも2時半とかになっちゃうけど今日は1時に布団入れたから早く寝れるぞと思ったらそこは寝つけなくて、寝つけないけど早く寝たい時は目開けてると寝れないからあのラジオモードにして YouTube とかを流してこうやってやるんだけど、それでも寝れなくて昨日結局3時ぐらいになってた。やばくない？2時間さえ布団で寝れないんだけどってずっとやってた、アドレナリンのせいで。悲しい。おはよう、おはよう。スイカはなんか今のスイカは昔と違って甘いから塩とか砂糖絶対いらないですよ。むしろ塩砂糖をつけると甘すぎて食べれなくなる。今の現代のスイカ超糖度高い。おはよう、おはよう。シャインマスカット、そう、ちょっとお値段がね張るから自分ではなかなか買えないよね。おばあちゃんがよく買ってお家に届けてくれたりする。あとママが買ってくれたりしてたね。おはよう、おはよう。
長野パープルもうまし、え、わかる、美味しいよね。紫のぶどうも美味しい。おはよう、おはよう。早くスイカ食べたいな。もう夏だよね。まだか、まだ梅雨か気が早い。え、でもさ、もう7月になるんでしょ、4日後ぐらいには。もう夏やん。7月は夏だよね。7、8月は私の中ではゴリゴリに夏なんだけど、6月ってまだ全然夏じゃない気がする。なんか大きな壁がある。6月と7月にはとんでもないでかい壁があるの、私の中で。6月は全然夏じゃないけど、7月から急に夏って感じする。長野スイート、信濃スイートじゃない、リンゴ多分。信濃スイートだったと思うけど、スイカはなんかちっちゃいやつならスーパーに今もう並んでますね。もうちょっとなんか特大が並ぶのはもうちょっと後かなって感じはするけど。11月は秋、11月は気持ち的には秋なんだけど、寒さ的には冬だなって感じはしてる。そう、もうだって紅葉とかも9月10月ぐらいに終わっちゃって、11月ぐらいにはもう木にさ、葉っぱがない気がするから、なんか冬な感じがするけど、でも11月って聞いたらゴリゴリの秋って感じするね。もう7月ですよ、早いよね。昨日黄色のスイカ食べた。私黄色のスイカって食べたことない。美味しいのかな。あ、え、梨も楽しみ。え、わかる、梨大好き。私さ、和梨が好きなんだよね。そう、食べたい。梨すごい水分いっぱいだからめっちゃお腹たまるイメージ。おやつとかに梨食べちゃうと夜ご飯食べれないイメージ。お腹たまって、梨美味しいよね、大好き。でもね、梨は小学生ぐらいの時はあんまり好きじゃなかったの。え、なんかリンゴに似てるのになんか微妙って思ったけど、年を増すごとに、え、梨ちょっと美味しすぎるんですけどみたいな感じする。おはよう、おはよう。10月は全然超秋真っ盛りじゃない？色が違うだけで味は一緒。え、梨とリンゴの味は違うよ。それは多分適当すぎるよ。食べ比べてみた方がいいよ、それは全然味違うよ。味も食感も違うよ。それはまずいよ。梨のジュースとか美味しい。美味しいね。みかんが一番好き。え、わかる。梨美味しい。梨、みかんいいな。冬来てほしい。みかんはいつも箱で買って食べる。大好き。あ、スイカの話ね。黄色のスイカと赤いスイカ。味一緒なんだ。なんで黄色になるんだろう。品種の違い？ただの。品種の違い？なんで黄色になるんだろうね。なんかの成分がないとかあるとかなのかな。ごめん、梨の話してたから梨だと思っちゃった。スイカだった、失礼。赤リンゴと青リンゴの味は違うし、青リンゴ食べたことないんだけど。青リンゴってあんま食べなくない？あ、シナノゴールドとかあの黄色いリンゴは青リンゴなのかな。え、わかんない。青リンゴの定義がわかんない。絵に描く青リンゴは本当に緑色じゃん。え、黄色いリンゴは青リンゴの分類なのかな。わかんないお、わかんないぞ。青リンゴって気にしたことなかった。なんか青リンゴってなんだ青リンゴってなんだ。
シナノゴールド的なさ、あの黄色いリンゴはあれは青リンゴなのか、それともあれはまた別なのかな、わかんないよ。青リンゴってなんだ急にリンゴの中で迷子になってしまった今私は。青リンゴって調べるとシナノゴールドが出た。あ、じゃあシナノゴールドは青リンゴの分類なんだ。で黄色っぽいリンゴは多分 青リンゴなのかな。一応青リンゴ分類にはなるのかな。でももっと青いやつもあるのかな。まあ、でもそんなに味の違いないよね、青リンゴと普通のリンゴ。そんなにない気がする。食べ比べたらあると思うけど、そう、そんな大きな違いはないような気はする。でもなんか絵に描く青リンゴはすごい緑だよね。そういう緑のリンゴはさ食べたことないかまだ。え、じゃあまず長野のリンゴしか食べたことないレベルないのよ。そうだからわからないや。わからんな。長野のリンゴ美味しすぎてそれ以外のリンゴを食べようという気にならないというのはある。リンゴ美味しいよね。リンゴ食べたいな。まだ時期じゃないな。冬なんだよな、リンゴって。一応スーパーには並んでるけど全然時期じゃないからあれなんだよな。あんまり美味しそうじゃない。ちっちゃかったりするから冬にならんかな。リンゴ食べたいな。ひけんさんかわいい、ありがとう。私基本的にフルーツって生でもうそのまま食べたいんだけど、リンゴだけは何か加工しても最高に美味しい果物だなと思ってる。アップルパイとかにしてもいいし、甘く煮ても美味しいし、そう。リンゴはね、ほんと加工しても最高に美味しい果物だと思ってる。そのまま食べてもいいし、加工しても美味しいから最強だと思うね。青森とどっちが美味しいのかな。横湯とリンゴ自慢したことある。なんか結構その全然青森県でも長野県でもない人とかがリンゴ食べると味は長野の方が美味しいって言ってくれることが多い気がする。体感では出荷量はね青森の方が全然多いんだけどさ。そう、富士が本当に多いんだけど。初コメですがチーム4兼任してますか。兼任してます、ありがとう。初コメ、おはよう。おはよう、出かけてくる、いってらっしゃい。アップルパイならいつでも食べれる。わかる、わかる。長野はぶどう有名。割とね、長野シナノパープルか、シナノパープルっていう紫のぶどうとか美味しい。そう、シャインマスカットもね作ってるし。おはよう、おはよう。シナノゴールド大好き、美味しいよね。私のでも一番おすすめのリンゴはあれです、秋葉原っていうねすごい濃い赤のねリンゴがあるんですよ。美味しい。東京のスーパーで見るのは青森のリンゴが多い。そうなんですよ、青森はね結構県外にねボンボン出してるんですよね。出荷量がすごい多いから。ただのあんまり県外でそこまで見かけないよね。たまにだよね。おはよう、おはよう。スタバの地元フラペチーノ長野版はリンゴテイスト。そう、リンゴバターっていうあの商品がすごい超有名なんですよ、長野県。だそれがモチーフですね。関西の方が長野のリンゴ見るかも。確かにそっちの方に出すね、多分。そう、そうね、その西日本の方の方が出すんだと思う。青森からだと遠いから。
さあもそんな感じがする。関西でよく見るって言われるもん。そう、長野のりんご蜜が多いですね。確かに。はじめまして、はじめまして。なんか長野のりんごってか蜜が入ってるりんごって、蜜はそんなに甘くないんですけど、蜜自体はね。でも蜜があるってことは、そう、甘さをいっぱいそのりんごの中に蓄えてるってことらしい。蜜自体は全然あのそんな美味しくない、美味しくないっていうのはあれだけど、蜜自体は別に甘くないらしい。蜜があることでりんご全体が甘いっていうなんか指標になるらしい。でも切ってみないと蜜があるかないかは普通に分かんないらしいよ。奈良県のスーパーではよく並んでる。お、嬉しい。ぜひ食べてください。美味しいですよ。おはよう、おはよう。長野の高原野菜もよく見る。嬉しいね。なんか県外で自分の県のものを見つけるとやっぱ嬉しいよね。嬉しいよね。グレープフルーツ好きですか？グレープフルーツ大好き、私。グレープフルーツめっちゃ好き。毎朝食べてたことがあるぐらい好き。ちょっと高くて買わなくなっちゃったけど、最近ではまた夏で安くなってきたから、ちょっと食べようかな、買おうかなっていう気持ちです。大人の雰囲気ました。本当？嬉しい。すっぴんは未だに赤ちゃんって言われるけどね。試験さん、青森出身です。お、青森の方がおる。青森ね、行ったことあるよ。じゃあねぷたのあれ、でっかいやつとか見たい。あれは青森かな。なんかなんだっけ、名前出しちゃった。金魚みたいなやつに色をつけたんだけど、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃった。閉まんなくなっちゃった。あ、できた。おはよう、おはよう。千葉から見てます。ありがとう。信玄餅好きです。美味しいよね。信玄餅さ、山梨のお菓子なんだけどさ、山梨お隣だからさ、よく食べるよ。信玄餅好きな方におすすめなのは、信玄餅棒みたいな名前のね、なんか棒がスティックがあるんですけど、それも美味しいです。おはよう、おはよう。信玄餅もね、信玄餅めっちゃよくもらうんだよな。そう、お土産にめっちゃもらうけど、割と地元でも売ってたりする。地元のサービスエリアとかに売ってたりするっていう、近いから。まあでも買うよね、美味しいもんね。長野の話になって話題についていけたりすると、地元長野なのって言われるけど違うっていう。私のことが好きすぎて長野に詳しくなっちゃった。長野から青森の大間まで下道で行ったことある。下道はやばいね。でも車で、お父さんの車で行ったことあるけど、下道ではなかったような気がする。アルコマちゃんに、私も長野県民なんですって言ったら二度見されました。喋れないから二度見で喜びを表してくれたのかもしれない。おはよう、おはよう。チーム8推しあるある。あ、あるあるなんだ。推しの県に詳しくなりすぎちゃうみたいな。いいことだね。推しの出身詳しくなりがち。なるほど、あるあるなんだね。しげんさん、おはよう、おはよう。信玄餅さえ食べるの上手だよ、割と。長野にも方言ありますか？もちろん。信玄餅のなんかちゃんとした食べ方は、なんかフィルムに包まれてるやん。そこにお餅ときな粉ガサって出して、でそこに黒蜜をかけて、で袋をキュキュキュってやって、こうもみもみして全体に
きな粉と黒蜜をまんべんなく行き渡らせて食べるのが正解らしい。しけんさん、はじめまして、はじめまして。昔はあのパックに入ったままに蜜入れて食べてたけど、本当はそういう食べ方が正解らしいよ。信玄餅のさ、なんか工場みたいなとこに行ったら信玄餅袋に詰め放題して買えるらしいんだけど、やりたいね。あんま詰め放題得意じゃないけど、普通にたくさん食べたい。信玄餅プリンがうまい。美味しそう。食べたことない。いいなぁ。無料かどうかは知らない。行ったことない。スアマ、あ、スアマ美味しいね。スアマさえも好きだわ。餅っぽいの好きなんだよね。団子とか餅とかそういうの全部好き。そう、太るけど好き。いや、いいな、美味しいもん食べたいですね。いいもん食べたい。最近プリンが食べたいからプリン作ろうかな。プリンね、市販で買うとカロリー高いけど、自分で作ればいい感じに自分好みのプリン作れるから結構いい気がする。プリンが食べたいですな。遊びに来たよ、ありがとう。おはよう。そう、プリン簡単だからね。プリンあれだから、ゼラチン入れちゃえばもう冷蔵庫ぶち込めばもうプリン完成するからね。サリーなら美味しいものが作れるじゃん。そう、やる気を出せばね。あー、ハギの月美味しいよね。大好き、あれ。あら、なんであんな美味しいんだろうね。やっぱさ、ご当地の名物土産ってさ、全部美味しいやん。そう、美味しすぎてお土産もらうのがほんと幸せ。ゼラチンという裏技、いや裏技でもないけどね、全然蒸すプリンとゼラチンのプリンは別物だと思ってるから。カチコチのカラメル崩すのが好き。こんにちは、こんにちは。焼きプリンは、焼きプリン美味しいね。シャトレーゼの卵いっぱいプリン美味しい。え、シャトレーゼはもう全部美味しい。わかる、卵のプリンも美味しいよね。長野のおすすめの旅館とかありますか？長野県民はちょっと県内で泊まらないのでわかんないです。どこに行くかにもよるんじゃない？長野県広いから。長野県のどこに行くかにもよるんじゃない。この前仙台に行ったから萩の月家にある。うわ、いいな、食べたい。さやもちょっとください。地元にいいお土産なくて、あたかも自分の地元のお土産のように八つ橋を買って帰る。まあ、八つ橋嫌いな人いないからね、多分。さやも八つ橋超好き。京都行ったら八つ橋死ぬほど買って帰るもん。あれ賞味期限長くないのに死ぬほど買って死ぬほど食べるね。こんにちは、こんにちは。クリームブリュレ大好き。あー、美味しいね。クリームブリュレどうやって作るんだろう。ちょっと今度作ってみようかな。寒天パパもいいよね、ダイエットにいい。こんにちは、こんにちは。県内で旅行しないの？え、県内で旅行しても旅館には泊まらないよ。日帰り旅行みたいなのは全然するけどさ。スモールワールズさんのレストランで食べたフレンチトーストも美味しかった。そう、食べたことないんだけどさ、フレンチトースト。でもスモールワールズさん絶対美味しいよね。食べてみたい。八つ橋固くなると美味しくない。でも私はもう八つ橋好きすぎて固くなろうがなんだろうがさえは食べたい。
な、八つ橋食べたい。そばはトカチとか書いてあるけど、なんかの比率、そば粉の比率ですね。トカチはもう 100% そば粉で作られてて、もっとなんか8割とかだと残り2割は小麦粉を使ってる。そう、八つ橋何味が好き？抹茶かな。結局抹茶を絶対買って帰るけど、なんかいちごとかこう変わり種の味も美味しいから。そう、ハッカができ苦手だね。ハッカ以外は食べれるんだけど、ハッカはあの自分では買わない。もらったら全然食べるし、まあ年を増すごとに食べれるようにはなってきてるけど、自分では買わないかなって感じ。それ以外は全部好きかな逆に。こんにちは、こんにちは。何が好きっていうか、それ以外は全部好きみたいな。チョコミント食べれないよ。チョコミントは昔から食べれないよ。誰かと間違えてない安倍川餅が食べたい。あー、わかる、安倍川餅美味しいよね。いや、餅とかそういう系だ、好きだな。京都に旅行、結構うちよく行ってたんですけど、昔まで。そう、絶対八つ橋大量買いして帰ってたね。でっかいやついっぱい買って帰ってた。八つ橋食べたいな、八つ橋食べたいな。長野県出身なら昆虫食はいる？今時の長野県民は昆虫全然食べないよ芋羊羹は好きですか？好き！芋羊羹も好き。羊羹も年を増すごとに好き度が増してる。もともと結構別に好きだったんだけど、そう、なんか羊羹うまいなって思うようになってきたね。そう思います。で、生八つ橋今すごい食べたい。今思いを馳せてるわ。食べたい。お土産でもらって嬉しい二大巨頭が私の中にあって、生八つ橋と、京都の生八つ橋と沖縄の紅芋タルト。この二つは本当にもらったらもう大歓喜、そう、大喜び、パーティー。そう、こんにちは、こんにちは。県のお土産で嬉しいのはその辺かな。他にもね、普通に喜ぶのはあるけど、なんかパーティーを開きたくなるのはその2つですね。こんにちは、こんにちは。そう、小躍りしたくなっちゃう。あとあれも好き、角煮まん。長崎かな、角煮まんって。あ、長崎じゃないか、どこだっけあれ。でも九州の方だよね。あれも好きだけど、そうそうそう。何も気にせず食べる。それ以外は、いや、それ以外は喜んで食べる。でもその2つはパーティーを開きたくなるぐらい大喜びしてから食べる喜ぶのは一緒、喜ぶのは一緒なんだけど、喜び度合いがちょっとより上がる。そう、千葉県産のビワ。果物お土産ではあんまもらわなくない？なんか千葉県の人から送ってもらうことあっても。そうそうそう、ビワはじいちゃん家になってたから、それよく食べてたうなぎパイ好きなんだけど食べたことある？うなぎパイさえめっちゃもらうんだけど、うなぎパイ超食べるよ。めっちゃもらう。なんでだろう、なんでもらうんだろう、あんなに。とりあえずうなぎパイがうちにいつもあった気がするぐらいめっちゃもらってた。こんにちは、こんにちは。
2人にいくらてんこ盛りのいくら丼食べさせたい。ああでもいくらはねママの方が多分喜ぶね。ママいくらめっちゃ好きなんだよね。さやは別に普通に好きぐらいなんだけど、ママは超好きなの。好きな食べ物にいくらが入ってくるぐらいママ好きだから、ママに食べさせたいね。だからいくらを食べるならママと一緒に行きたいです。そう多分うなぎ、うん、群馬、ぐ、うん、浜松、静岡か、あれ？ちょっと待って、急に地理が分かんなくなった今。でも近いから多分めっちゃもらうんだと思う。うなぎパイの工場さ行ったことあるしね、旅行で。うなぎパイの工場行ったことあります。大人のうなぎパイとか美味しいよね。でもさ、ウニが食べられるようになりたいんだよね。そう、海鮮の話でいくとウニ未だに食べれないんだけど、ウニ食べれるようになりたい。ウニ食べれるようになったらなんか幸せがもうちょっと増えそうだなって思うけど、ウニ食べたいな。でウニまだ今のところ美味しくいただけないんだよね。そう、なんかその回転寿司とかで食べるウニは美味しくないと聞いたことがあるのね。なんかちょっと臭みがあるからみたいな。だからちょっといいウニとか食べたことあるのよ、お正月とかに。でも食べれないから、多分まだ食べれないんだと思う。まだ私食べれないんだと思うわ。ウニ食べれるようになったらな、大人って感じするんだけど、食べれないんだよなまだ。なんかウニ食べれると大人って感じしません？食べたーい。崎陽軒のシューマイの工場行ったことある。崎陽軒さ、この前の横浜で初めて、人生初めて食べたんだけど本当に美味しかったからまた食べたい。食べたい。豊洲のお寿司屋さんで食べたウニめっちゃ美味しい。そう、豊洲とかってさ市場があるからさ海鮮がいっぱい届くじゃん。高い？行ってみたいんだけど。お寿司、豊洲の近くになんか安くて美味しいお寿司屋さんあるかな。なんか北海道のお寿司屋さんは回転寿司でもネタがめちゃくちゃ大きいって聞いたことあるけどさ、今北海道には行けないからさ、近々ってかいろいろ落ち着いたら絶対に北海道旅行行きたいんだけど、県内の旅行だったらさ、自分のやる気さえあったらさ、ちょっとお金を貯めてさ行けるやん。だから行きたいんだけど、とりあえず豊洲とかなんか近場で食べたいんだよね。安いとこもあるのか調べてみよう。美味しくて安いところあったら皆さん教えてください。焼きたてのもみじまんじゅう美味しかった。もみじまんじゅうに焼きたてとかあんの？食べたーい。美味しそう。横浜市民は崎陽軒全く食べない。そうなんだ。そうなんだ。まあでもちょっとね、お値段するお弁当だからね、なかなかそんな食べないね。お寿司はわさび抜き。お寿司はお子ちゃまなのでわさび抜きですけど、最近わさびもちょっと食べれるようになってきたので、どうしてもわさびありで食べなきゃいけないところであれば食べれなくはないです。でもない方が美味しく食べれるなとは思ってます。私が行ってるお店はリーズナブルで1人前4000円ぐらい。なるほど。ちょっとリーズナブルの基準が私とは違うかもしれない。ダメだ。さやはもう100円寿司しか食べれないな今。それだって一人でお寿司屋さん行ったら1000円いかないもんね。回転寿司行ったら、100円寿司だったら全然6皿7皿めっちゃお腹空いて調子がいい時で7皿とかしか食べれないから。そう、スシローかはま寿司ですね私が行くのは。かっぱ巻きでお寿司は最後締めますか？締めないですね。かっぱ巻き食べないかな。回転寿司ではなんかもったいない感じがしちゃう。昔は納豆巻きとかっぱ巻きを一生食べてたんだけど、ちっちゃい頃は。最近は食べなくなりましたね。
チームメイトって全国ツアーの後ご当地の食べ物楽しみ。ファンの方はそうかもね。私はいつも夜ご当地のものを食べれないでいつも帰ってきてる。やっぱお米はねそんな食べれないんだよね。お腹いっぱいになっちゃう。てかね、うち高橋家マジみんな小食なんだけど、お父さんもお兄ちゃんもお母さんも割とその食べない。うちのお母さんの方が私より食べないんだけど、兄ちゃんも10皿とか食べてるとか多分見たことないかも。10皿ぐらいじゃない、 10何皿ぐらいじゃない。20皿とか食べてるところは一回も見たことない。うちのお父さんも20皿とか食べてるところ一回も見たことない。そう、だから割とうちの家族はみんな小食な気がする。そう、食べ放題だと量いっぱい食べてる気がするけど、お寿司あんま食べてるイメージないや。そう、なんか焼肉の食べ放題とかだとみんな張り切って食べるから、もうお腹パンパンにして帰るけど、お寿司はそんな食べないかも。食べ放題はなんかもうみんなで元取るぞみたいな謎のそう気合が入るからいっぱい食べるけどね。こんにちは、こんにちは。仕事行ってくるね。行ってらっしゃい、頑張って。長野県でおすすめの観光スポット、どこだろうな。どこだろう。なんかありきたりじゃないところを言いたいよね。あーでもお蕎麦が好きだったら戸隠とかおすすめかな。木のいっぱい生えてる自然の中にお寿司屋さんじゃないや、お蕎麦屋さんがたくさんあってめっちゃ美味しいから、戸隠の蕎麦は一度みんな食べてほしい。マジで美味しい、感動する、うまーってなるから。そう、こんにちは、こんにちは。さえちゃんいっぱい食べてるイメージない。さえ食べ放題めっちゃ食べるよ。ミスターに惹かれるぐらい食べる。ミスターも結構痩せの大食いなんだけど、ミスターが引くぐらい私食べる。餌よりそんな食べるのみたいな。結構引かれるぐらい食べ放題は食べます。で食べ放題じゃないとちょっとお金のことを気にしてあんま食べれなくなっちゃう。めっちゃ食べる。こんにちは、こんにちは。そう、しゃぶしゃぶとか焼肉はめっちゃ食べる。スイーツの食べ放題はまだ行ったことないですね。焼肉は結構食べるかな。しゃぶしゃぶの方が食べれるかな、やっぱ脂が落ちるから。焼肉は途中から脂がきつくなってお肉食べれないなってなってくるんだよね。お肉ちょっときついかもみたいな。ホテルの朝食バイキングも結構食べます。ホテルの朝食バイキングメンバーとかとホテル泊まって食べるとさ、おかわりしすぎてマジで惹かれる。そんな食べんのみたいな。マジメンバーがおかわりしてるとほとんど見たことないけどさ、おかわりしすぎるからマジ多分さ、食べ放題いつもみんなに惹かれるんだよね。食べすぎじゃないみたいな。大丈夫。でもホテルの朝食のね悔しいところは、コンサートの時で地方に行った時とかにホテルの朝食をよくいただいてたんだけども、いただいてたんですけれども、なんかコンサートの日ってあんまりいっぱい食べるとお腹出ちゃうから食べれないのよ。だからいつも控えめに食べるのが悔しい。そう、コンサートじゃない日にホテルのバイキング食べたい。でホテルの朝食バイキングがすっごい好きだから、旅行とか行って宿取ったら絶対朝食バイキングの月のとこにしたりする。ちょっとお金に余裕があるときは。本当に悔しい、いっぱい食べたいのにって。だっていっぱい食べてもいっぱい食べなくても値段は一緒なんだよな。いっぱい食べるよね。だから一人
一人っていうかさ、普通にプライベートで旅行行った時とかの朝食はあのお昼ご飯いらないぐらい食べる。お昼ご飯絶対食べれない、朝食べすぎて。そう、なんかよくパパと二人で旅行とか行ってたんだけど、遊園地とかパパと二人で行ったりとかしてたんだけど、そういう時はパパが朝食付きのホテル取ってくれるから、パパも朝めっちゃ食べるのね。そう、パパは朝食バイキング多分好きでいっぱい食べるから、二人で山盛りに食べてお昼抜くみたいな。そうそうそう。コンサートの翌日の朝の朝食バイキングはめっちゃ食べる。だからそれでメンバーに聞かれるのよ。え、食べ過ぎじゃないみたいな。でもまあもちろん食べ過ぎだから昼食べれないから、昼食べないんだけど。いっぱい食べるのに痩せるの羨ましい。いやー、その分ね控えてるんですよ、それ以外の時は。今とかマジで全然量食べてないよ。私結構食べたら食べた分太るタイプだから、そういういっぱい食べた残り1ヶ月1週間とかは超控える。そう、帳尻合わせに必死です。そうなんだよね。アイドルじゃなかったらさ、もうちょっとさえは太ってたと思うよ、食べるの好きだから。アイドルだからさ、太ったらねすぐみんなに太ったって言われちゃうし、衣装さんにも迷惑かけちゃうし、自分も嫌だし。そう、だから生食べない。だお菓子一切食べてないからね。さ、そう、自分でお菓子買わないから、お菓子本当に食べてない。1ヶ月間お菓子買ってないの、やばくない？差し入れでいただいたお菓子とかはいただくけど、でも差し入れをいただくときって基本的にコンサートのときとかで、体力消費するときだからすぐ燃えるんですよ。初見さん、おはようございます。おはよう。そう、だからそういうときしか食べてないの。ジュースも飲んでないし、1ヶ月ジュースとお菓子買ってないの。偉すぎる。偉すぎるよ。おやつの時間という概念を今完全に消し去ってる。そう、こんにちは、こんにちは。おやつなんてない。1日は3食しかないから、おやつなんて4食目はありません。本当はね、食べるのめちゃくちゃ好きだから1日6食ぐらい食べたい気持ちではあるんだけど、死ぬ気で耐えてます。こんにちは。だからさ、なんか今アイドルやってなかったら多分もっと丸かったと思う。全然丸かったと思う。そう、あーでもどうだろう、アイドルしてなかったら運動多分してないから、食欲それ超小食だったから、運動エイト入るまで、ダンスを始めるまで超小食だったから、今もずっと小食のまま生きていた可能性はある。運動を始めたらエネルギーが必要になっていっぱい食べれるようになっちゃったんだよね。小食じゃなくなっちゃったんだよね。そう、人間というものは成長するものです。差し入れがあったらありがたくいただきます。はじめまして、はじめまして。なんか差し入れは基本的に自分で普段買わないようなすごいものをいただいたりするから、そういうのはやっぱ食べていただいた方に感想をお伝えしたいから、ありがたく頂戴していただきます。その分他のところで帳尻合わせたりとか、まあでも基本的にコンサートの時はなんかあんま意識しなくても勝手に消費されるからな。コンビニに行ったらデザートのコーナーで誘惑に負けそうにならない？まあ、見るけどね、めっちゃ見て、ああ食べたいな、美味しそうと思うけど、まあでもお金もったいないしなみたいな。コンビニのデザートは高いから買おうってならん、そもそも。スーパーのデザートコーナーはかなり、ああ食べたいなって思う。そう、一人暮らしだと食べる予定が期限来て捨てる場合もある？いや、ないですね。期限来そうだったら食べちゃうからな。差し入れで一番喜んだ、
なんだろう。でも直近ですけど、この前のたくちゃんにもらいただいたお弁当かな、叙々苑のお弁当かな、かなりテンション上がりました。今からプロテイン飲みます。お、意識高い、いいですね。運動した後はプロテインに限りますな。私は期限来ても食べる。あ、でもまあなんか生ものじゃなかったら全然期限切れてても1ヶ月くらい食べれるんで、賞味期限は1ヶ月切れても食べられるんで、全然菜は食べますけど、消費期限はさすがに気にします。消費期限は、まあ、1日ぐらいならセーフなんですけど、私の中ではね。賞味期限は1ヶ月いけて、消費期限は1日いけると思ってます。いまだにお腹壊したことないんで、多分大丈夫だと思います。舞台頑張ってね、ありがとう。こんにちは、こんにちは。賞味期限は1ヶ月切れても大丈夫らしい。まあ美味しくいただけるもの、いい期間だからね。そうそうそう。まあでも匂いとかがやばかったらさすがに食べないけど、匂いと見た目も大丈夫だったら全然食べちゃうけど。こんにちは。でも基本的には賞味期限が切れないように逆算してちょっとずつ食べていく。短いものから。だから基本あんま切らさないですけどね。そう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 。こんにちは、こんにちは。そんな感じで今日はそろそろ終わりにしようかな。ランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位バイコゾウさん、ありがとうございます。12位台湾中心さん、ありがとうございます。11位ゆうやくん、ありがとうございます。10位ともっちさん、ありがとうございます。9位台湾ゆららさん、ありがとうございます。8位まさとさん、ありがとうございます。7位やすさん、ありがとうございます。6位ピアノマンさん、ありがとうございます。5位やちさん、ありがとうございます。4位おにいるたいさん、ありがとうございます。3位ケロンさん、ありがとうございます。2位チュンチュンさん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。ということで皆さん、朝からお付き合いいただきありがとうございました。みんなも日曜日から早起きしてくれてありがとう。私もとっても楽しかった。この後メイクをしたりして、髪の毛をもうちょっと整えたりして出かける準備をしたいと思います。みんなもいい日曜日にしてください。ではバイバーイ。みんな行ってらっしゃい、行ってきます。バイバイ。